OK です、OK です。シャープ。オールアップ。OK です。オールアップです。イエイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちゃんと時間通りに、予定通りに進める、それがアクシス。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。それそうではないみたいな。なると10ヶ月ぐらいじゃないですか。本当に本当にそうですね、うん、セットアップ写真集、うん、覚えてます。イエス覚えてる。どんなん撮りました。えこんなでしょ。違います。いやいや、こんなにね、ニット帽、ニット帽 T シャツT シャツ、爆売れ T シャツやって。バカ売れ、爆売れ、爆売れ。あとお二人のエロ本家と巷を騒がせたシルバーが出、写真集の B さん、ね、B さんビーチサンダルが出、シールステッカーも出、はい、コラボ T シャツも出、はい、最後の写真集の撮影が本日、先ほど終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。寂しいですね。うわ、鬼の目にも涙です。これがまさに怖いよ。涙泣いてるかと思ったらもう笑ってるから怖い。もうほら、もう目から砂がいっぱい出てる。ということで、お二人いかがでしたか。でもね、こう写真集もそうですし、このアイテムマラソンもアクス、そしてフォトザライブの皆さん、そしてホームズみんなのおかげで、こうやって無事済むことができたんで、ね、このなんか、ね、言葉にすれば10ヶ月って長いですけど、まあ、あっという間でしたね。もう終わってる、うん、その中でこうやって形あるものをどんどん出していけ、消えることができたと、本当にもう皆さんのおかげです。本当に感謝しております。ありがとうございます。佐久間さん、いかがですか。いやー、最初はね、まあ、アクシス結成して1年、まあ、僕らが15周年だっていうことを、まあ、なんか一つ、その中で一つ形にしたいなっていうのがあって、写真集を、まあ、結果的に出すことになって、宮城さんがお手伝いしていただいて、フォトザライブさんもそうだし、そういう協力があって、やっとこう、一つの写真集を出すことになり、まあ、アイテムマラソンもしたし、グッズとかもね、作っていく中で一つ一つの思い出も僕らはもちろんあるし、なんかそういったものが積み重なって今があるっていうのはすごくなんか充実してたし、だからこそあっという間だったし、とても楽しい期間でしたね。終わるのがもったいないですね。悲しくなって、悲しくなって。フォトザライブさんで、本日はみんなの上になんかアクセスがまた、うん、段階アップした。あ、嬉しいですね。でも毎月こんだけグッズやら写真集を出してるレストランを私は見たことがないぐらい、すごい勢いで、楽しかったですね。はい、ということで、お二人からね、本日のみんなどうだったか、取り組みを最後していただいて、アクシスアイテムマラソン、おかげさまで完走できました。本当に
大水、ありがとう。もう方法言いましたよね、今とにかく言っていただいていやもう、これはもうね、間違いなく満足していただけたと思いますので、また第2弾も、え、お第2週目あんのかあるのかなあるのかな、かもしれない、こうご期待じゃあ、皆さんまたどこかでありがとうございました。さようなら。こういう終わり方だろ。これまだあるな。あるのこれ。これあるぞ。はい、OK です。絶対 OK じゃないですか。途中までよかった。なんで。いい、誰